った本当に。まあとりあえずね、でちょっとイベント続きではあったんですけど、まあまあとりあえずね、多分ねイベント続きすぎてちょっとね、まあね、疲れております本当に。本当に疲れた。とりあえずね、あまあいいや、回復しないけど、まあとりあえずゴロン族のとこ行きましょうね。もう今回アイアンブーツ手に入れてますからね。もうやつはね、あの門番になんか屈しませんよ。本当にもうあの門番になんか屈しません。やつは倒すよし、来たぞ、リベンジマッチじゃ。あ、また来た。ゴロ、何度来ても無駄。ゴロ、力づくで追い返す。ゴロ、ゴロン族、敵相手のゴロン族はゴロガルを使った。よし、せいや。しかし、リンクはカオスを使った。はい、ということで、かわせました。っていうかね、まず握力すごいよね。岩持ち上げてる。ないない、そういう不意打ちってあり。もう怖えわ。ちょっと、ほんと、あの、Y ボタンに指一個置いとこ。おい、来た。なんでさ、この世界って多勢に無勢なんだろうね、本当に。まあ、しょうがないか、勇者の使命なのかね。あっ、 HP 半分やで、大丈夫か。ほんと怖え。もうこのギリギリがな、ほんとにこの、いける、怖えな。ちょっと行っちゃいたいんだよな、本当に。え、高呼べるやん。なんで？めっちゃ攻撃されてるけど。なるほどね。あいつらを倒すと。え、まだいた？そう、まだいたか。もうでも、もうね、正直、あいつはもう相手にしてらんないっす。いっぱいいるし。いっぱいいた。いっぱいいたよ。で、デスマウンテン行きましょう。HP がちょっと少ないのは。隕石やめて。何このギリギリの戦い。もうやだ、ほんとに。噴火寸前じゃねえかよ、マジで。なるほど、あれを覚えておきと。いや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 、マジマジ、ここでゲームオーバーやだ、ここでゲームオーバーやだ、ここでゲームオーバーはやだ。え、なに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 、え、危ねえ、危ねえ、本当にマジで危なかった今のは。お、これまた物騒だな。デスマウンテン流の歓迎か。クックック、なんでそんなミドナさん堂々としてられんの。いや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 、え、そう、あっさりやられる、マジで。もうあれですよね、あっけなさすぎた。てか、なんでさ、ゴロンのバーチでやられるかと。
いや、どうせやられるんだったら、マジでね、本当に、あれだと思う。この、今逃げまとってて、やられた方がいいですよ、正直。この溶岩にやられてた方が、正直。来いよ。はい、こういうこと。はい、カウンター。カウンターで、とりあえず、おい、ジャンプ。マリオジャマリのジャンプ。さすが、ニンテンドーだけあってね。はい。これさえ覚えとけば、とりあえずゴロンのところはここは大丈夫。縦で、とりあえず相手一回ひるませる。こっちなんかあんのかな。あ、とりあえず、なんかショップがありますが、まあとりあえず今は無視しておきましょう。こいつ。はい、オッケー。そうですね。マジ、ゴロンにはもうやられたくないという一心でもう今。なんで俺が近づくと完結戦が出てくるの。あ、なるほど。これでいけるのね。はい、オッケーオッケー。はい、じゃあ進み足、どんどん進もう。早く進もう。早く、俺はね、早く世界を救わなきゃいけないんだよまだ来るでしょ。まだどうせ来るだろう、お前ら。本当に人弱い者いじめしたがるから、本当に。どうせ、あ、いなかった。なるほど。かわせばいい。奴の攻撃をかわせばいいと。なんか相撲みたいな感じですね。完全に。ちょ。はい。ゴロンにやられちゃってるよ、HP を。とりあえず、はい。転がる。やめるゴロン。この兄さんは、てめえらが束でかかったところで叶う相手じゃねえゴロン。わしはチョロドンコローネ。今は訳あって族長ダルボスの代わりにゴロン族を束ねておる。兄さん、下の村のもんか。よくここまで来れたもんだな。人間にしては大したやつゴロン。だがここから先はわしら一族にとって神聖な場所。よそ者を通すわけにはいかねえゴロン。笑った。どうしても行くってなら、わしを倒して力づく取ってみるから。わかりました。お父さん。結婚するときって、こういう風な、お父さんに対して、ね、こうなるのかな。ああ靴つけてない。リンクさん、靴忘れてる。これ無理じゃね？これ多分おそらく。お祭りのちょっと。おいワンパン。そんな顔細いほこれだって軽すぎて話にならないが、出直してきな。よし、出直してきますよ。よし、出直してきたよ。本当に遅くなったよその代わりに。ん？なんだ、まだ何か上ごろ。勝負を挑む。こいなやつだな。いいだろう。相手をしてやるゴロ。これで互角に戦えますかね、おそらく。オッケー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 。あともう一発。はい、ワンサイドゲーム。日本の国技だからな、相撲は。兄さん、あんたいい目してるゴロ。その目にかけてみるか。兄さん見ただろ、引きなしに噴火する山をよ。山の異変に気づいたわしら4人の長老は長老
俗称ダルボスとすぐに様子を見に行った頃、精霊様より託された大事な宝をお守りせねばならぬからな。だが手に取ろうとダルボスが宝に触れた瞬途端、おぞましい魚の姿に化けちまいやがった頃、それから奴は見境なく暴れて、もうめちゃくちゃさ、噴火も一層激しくなった頃、わしら必死の力で奴を山の奥深くに封印した。だが情けねえ話に、これ以上はわしらの手に負えねえ頃、頼む兄さん、ダルボスの野郎を助け合ってやってくれ。あんたがここで来たのは精霊様のお導きに誓いねえさ。ドンコローネ、一族のために恥を捨てて頼み頃。おい、兄さんをお通しする頃。横移動しかできないのかな、こいつらは。本当に。ああ、ごめん。それに異変が起きて以来、魔物まで住み着き始めやがった。属性を閉じ込めた場所をたどり着くのも、一筋縄じゃいかねえだろうから、箱を決めていく頃。はいはい、じゃあ行きましょうか。はい、ということで、はい。ここがね、俗に二つ目のダンジョンである、デスマウンテンでございます。うわぁ、ゴロン鉱山。間違えましたね。ゴロン鉱山でした。暑そう。はい、ということで、今回のパートはここまでにしておきたいなと思います。ね、いろいろとイベントもありましたし、ついにね、もうね、2つ目のダンジョンであるゴロン鉱山まで来ました。次回はね、こっちのパートの、次回のパートでは、このゴロン鉱山をどんどん攻略していきたいなと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.